ライオン・ノグチは日本のプロボクサー。本名野口、ノグチ進東京市本郷区、根津出身。大日本検討会に所属した日本ウェルター級チャンピオン。少年時代から上の界隈ではワンパク坊主として名を馳せていた。尋常小学校卒業後に働いていたトニアの店主に草相撲を進められた。当時相撲工業の形態が乱立していた中で、 宮の森の嗜名で、根津神社を拠点に草相撲の横綱を張っていた。草相撲で地元の名手となって身を立てることは十分望めたが、喧嘩癖は治らず上野を離れ横浜港に身を隠した。そこで、重剣試合に出会い、外国人スイフとの決闘を重ねた。1924年11月16日、ファイティングチゴラというフィリピンのライト級ボクサーと12回戦を 戦い引き分けている。デビュー戦で国際戦が組まれることはあっても、フルラウンドを戦うことは現在の常識では珍しい。さらに一週間後、同じくフィリピン人のキーコと10回戦を戦いこれも引き分けている。その後、田辺総英を会長とする帝国検討会見同社が設立されると、野口も数人の選手とこれに参加。しかし、 資金難で道場が閉鎖されると、神戸に本部を置く大日本検討会に移籍する。野口は、加納賢治による東京のボクシング選手、大量引き抜きで移籍した一人であるというのが、通説だが、長男の野口治の証言、沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター、野口治評伝によると、柔ら圏をやっていた縁で加納に勧誘されたという。 1927年6月5日、ヤングジャクソンを3ラウンド後に破り、日本ウェルター級王座を獲得する。ファイトスタイルは、力士出身らしく、全身あるのみの典型的なファイタータイプ。ガードもお構いなしに、相手を叩きのめす。好戦的なものだが、闇雲に拳を振り回すだけの選手とも違った。1929年8月11日未明。 友人の喧嘩に加勢し、複数のタクシー運転手を日本刀で切りつけ、そのうち一人の手首を切断した。剣術は可能の道場で身につけたものであり、被害に遭った運転手は口を揃えて、あれは剣術師範の腕前と供述したという。人情沙汰による1年7ヶ月の服役後、剣刀の世界に復帰した野口進は、 メインイベンターとして再び同じ階級の日本人を投げ倒し、国際戦でも戦績を重ねている。1931年6月、井上淳之助の邸宅への爆破テロに関与。この時は服役することなく、数日収監された後釈放、何事もなく競技に戻った。現役末期の1933年の6月にかけて開催されたボクシングの 日仏対抗戦の甲子園工業では、フランスのキキラファエルと対戦し、引き分け。この甲子園工業は1万5千人の監修を集める盛況ぶりであった。1933年10月10日に引退後は、愛国者の同人となり、11月21日に、ロンドン軍縮会議に抗議して、若月玲次郎民政党総裁を襲撃した。殺害は、失敗に終わり、 懲役7年の判決を受け、ピストン堀口と入れ替わるように引退。実動9年で、通算成績は56戦35勝7敗14分。出所後、刑務所内で地球を得た、小玉義雄のつてで、上海に渡り、野口工業部を設立。ディック・ミネアワヤ・ノリコといった歌手を招聘し、軍人の遺門工業を手掛けた。引き上げ後、知人の誘いで、新居浜市に、一家で移住。 当地でボクシングを教え、当時13歳であった三作一氏と開校。三作を連れて、東京に戻り、目黒ジョ園前に野口ボクシングジムを設立。多くの文下生を育てた。当時目黒ジョ園内で発生していたお家騒動にも、関与していたと言われ、野口ジムの敷地もお家騒動を収めた功績に、対する報酬として、ガジョ園側から寄付されたものだったという。 岩田愛之助門下の国士だが、利権や金儲けの話を聞くと、体が汚れると銭湯に使ったため都内の銭湯に、詳しかったなど風変わりな逸話が多い人物だが、その死にざまは壮絶であり、次男の京日が日本初の親子二代となる、日本チャンピオンとなると医師に止められていた酒を飲み、血を吐いても飲み続け続け、吐いたその血で、安死、チャンピオン、万歳と壁に書くなどして亡くなる。 ありがとうございます。